俺のうなぎをかば焼きにしてくれないか。かば焼きを俺にうなぎにこっちにおいで。メリ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 。いや、うなぎをさ、こう深夜食堂のお時間がやってまいりました。今日はですねちょっと俺が気になってしょうがないなこれ。まあいいや。今日の料理はですね、ちょっとジメジメしてきたこの季節、食欲がなくなっているあなたにおすすめ、うなぎのかば焼き冷製茶漬けでございます。おいしそう。ただ問題が1個、うなぎのかば焼きを探しに行ったらですね、すっげー高かったんで、今日はちょっとこちらご用意させていただきました。アナゴのかば焼き。ざまあ似たようなもんだろうっていうことでね、こちらを作っていきたいと思います。え、これでも500円。これ500円。うなぎ1500円、2000円。いや、それはバカだ。それはないです。こちらの方チンしていきます。はい、ちょっとだけ温めて1分ぐらいかな。楽しみっすね。出た出た出た、バキバキシガレット。チン、ちょっとチンちゃった。あのいたずらこそは何なんすか。いや、いつも食うんすよあいつ。大葉千切りにしていきます。いや、巻き巻きシガレットはやっぱりいいですね。なんで巻き巻きシガレット好きなの。え、嫌いな人いないでしょ逆に。これ水さらします。いや、わからないですよ。あ、チン。あ、ちょ、チンやってなかったね。いや、やってたけど。やってなかったよ。いや、やってたんだ。チン、チン。じゃあ、わかった。チンチン、ビロローンと出てくる。チンチン、ビロローン。梅。あ、梅がある。梅が出た。梅干し5個ぐらいでいいんじゃない。この梅結構うまいんですよね。梅の種を除いて叩いていきます。これと食べやすい大きさに切っていくのがいいかなと思ってます。うまっ。え、匂いすっげえうまそうだよ。え、マジ食べる前にうまって言っちゃったもん。いやいや、はい、タレをもうこっちにね。あー、もう味もちょっとマシマシにします。そうです、そうです。え、見せかけの筋肉ですか、中田さん。あれ、チンゴンチンしてないじゃないですか。いや、もう先にチンしてあるんで、それは。え、え、いや、チンしてあるんで。先にチンしたんですか。先にチンしてる。え、何したんですか。いや、先チンです。え、いや、この動画ってチンのところしか面白くないって中田さん言ってたじゃないですか。でも一回チンしたでしょ。それにもうなんかチンのところも別に面白くないでしょ。セクシー。これ茶漬けにするんですか。そうです。なんかちょっともったいない感じもしちゃいますね、なんか。皆さん、ちょっと、はい、あの、いきますよ。はい、地面が、だんだんこう、おっとっとっと。うめを乗っけて。いや、うまそうっすね。もうこれで食いたいですもん、俺だって。だからそもそも俺、茶漬けにしないでほしいです。でも今日は、するんすよ。俺の作る料理なんだよ。俺の作る料理に文句つけんじゃねえよ。俺の作る料理に文句つけんじゃねえよって。てんの。いや、このまま食べましょうよ。いや、俺が作る料理なんだよ。大葉一杯目でーす。大葉いいよね、大葉。これにお茶をかけていくんですけれども、今日のセクシーポイントはこちら、ウーロン茶を。やだー。今日冷たく冷やしたウーロン茶をここに。はい、アナゴのかば焼き冷製茶漬け出来上がりでーす。ごめんなさい。いや、わかんないです。見どころだと思ったんですけど。いや、全然わかんない。じゃあセクシーにいただいてください。はい、これは、うん、この食物は、うん、この食物はそのウーロン茶としっかり向き合っていかないといけない。そうですね、そうですね。混ぜた方がいいと思う。いや、それはお願いしたい。いただきますね。これどうなんだろう。うん、うまいです。なんかね、はい、ウーロン茶も別にないです。あ、ウーロン茶冷たくもない。もう、あ、ぬ、ぬるい。ぬるい。ぬるくなっちゃった。うまいってな。もともとあったかいものがいっぱい入ってるから。あ、そか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 。ただうまい。なんでだろう、なんでだろう。じゃあぬるい穴子丼みたいな、ただそれだけ。まさにぬるい穴子丼。梅とかどうなんすか。あ、梅としそも効いてきてる。ぬるいだから、梅しそ穴子丼。これは失敗の部類に入るんですか。いやいやいや、美味しいです、美味しいです。混ぜるとこうなりますね。ま、そうっすね。もしかしたらね、混ぜない方が良かったかも。うん、結構上品な、うん、そう上品な感じで、うまい。なんか寿司屋さんのさ、うんうん、感じあるじゃん。あるあるある。梅じゃない、寿司の。あ、梅だね。たださ、その一つその質問はさ、そのウーロン茶はどう効いてきてるかがいまいち俺には分からないんですけど、普通は冷やしたお出汁とかを、うん、
入れて冷凍しちゃってするんですけど、はいはい、ウーロン茶でいいんだったらこれ簡単じゃん、はいはい、すごく簡単に美味しいものでき、確かにすごく簡単っすね、切って持って、切ってる、もう一回もう一回、切って貼って、あ、かけるもう一回か、もう一回か、間違えた、切って貼って、まあ、そう、持ってな、そこだ、なんで間違えんだよ、持ってのとこだ、なんでのとこだ、じゃあ何貼っちゃうんだよ、もう一回か、切って持ってかけるだけ、簡単冷製アナゴ丼でした。あのさ、アナゴのさ、その5の部分をさ、ちょっとルにしてさ、ちょっと今のもう一回言ってみて、簡単冷製アナゴ丼でした。めんどくせえ、ピー入れなきゃいけない、めんどくせえよ。いただきます。あー、梅はうまい。そうだ、そう、うん、梅なんだ。まあいいの食べてる。そう、すごくね、確かにジメジメした日にはいい、うん、な、真夏とかにもね、もっと冷えてれば、あ、もっと冷えてればね、いつもさ、うめーとかっていう感じやん、うん、これはなんかその、ゆっくり食べたい。そう、やっぱ上品な感じやん。がっつり、ガツガツしてないみたいな。じゃあこの動画終わらせてください。はい、今日もセクシーに料理ができました。みんなのおかげだぜ。今のシーンは、はい、ここがパカッとお腹が割れて、はい、で顔がバーッと出てきてくれるんですよね。中田さんの笑顔の顔がここからバーッと出てきてくれるんですよ。めんどくせえなー。